アポトーシス、アポプトーシスとは、多細胞生物の体を構成する細胞の死に方の一種で、個体をより良い状態に保つために、積極的に引き起こされる、管理、調節された細胞の自殺すなわちプログラムされた、細胞死のこと。ネクローシスの対義語。アポトーシスの語源はギリシャ語の、アルファパイパイタウオメガシグマイオータ、アポトーシス、アポプトーシス、アポマイナスと、トーシスに由来し、 落ちるという意味である。英語では P+,PP+ と発音されるが、この方が最初に提唱された論文では2番目の P を目次としている。特徴としては、順番に細胞膜構造変化、隣接細胞から離れる核クロマチンが凝縮する、核が凝縮する DNA 断片化細胞が小型のアポトーシス症法と呼ぶ構造に分解する。 マクロファージなどの組織球や周辺の細胞がアポトーシス症法を鈍色するといった変化を見せる。多細胞生物の生態内では、ん化した細胞のほとんどはアポトーシスによって取り除かれ続けており、これにより、ほとんどの腫瘍の成長は未然に防がれている。また、生物の発生過程では、あらかじめ決まった時期に決まった場所で細胞死が起こり、これが、 生物の形態変化などの原動力として働いているが、この細胞子もアポトーシスの仕組みによって起こる。例えばオタマジャクシからカエルに変態する際に尻尾がなくなるのはアポトーシスによる。線中では発生において起こるアポトーシスがすべて記載されている。人の指の形成過程も最初は指の間が埋まった状態で形成され、後にアポトーシスによって 指の間の細胞が死滅することで完成する。さらに免疫系でも自己抗原に反応する細胞の除去など重要な役割を果たす。シドニー・ブレナー、ロバート・ホロビッツ、ジョン・サルストンはこの業績により2002年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。アポトーシスを開始させる細胞内のシグナル伝達経路は主にこの線中の遺伝学的研究から明らかになった。 その後、線虫や昆虫から哺乳類まで多細胞動物のアポトーシス経路には共通点が多いことが明らかとなった。これは非常に複雑に調節されるネットワークであるが、カスパーゼと総称される一連のプロテアーゼが中心的な働きをし、下流のカスパーゼを順に切断、活性化していくこと、また、アポトーシスの司令塔であるミトコンドリアも重要な働きをなすことが特徴である。 おおよそ次のようにまとめられる。アポトーシスの主経路カスパーゼマイナス3がその他のタンパク質を分解するなどしてアポトーシスを欠航させる。現在普通にはこのような経路による細胞腫を特にアポトーシスと呼んでいるが植物などで異なるメカニズムによる細胞腫をアポトーシスと呼ぶこともある。カンナ目、細胞の自然死に伴う原の変化と その遺伝子的背景の研究 1994? メリアム、ウェブスターアポトーシスハット JFR ケル、AH ウィリー、AR カーリーアポトーシス、A Basic Biological Phenomenon with Wide、ランジング Implications in Tissue ィク n e t i c s 1 9 7 2アポトーシス。公益財団法人日本薬学会。2020年7月18日閲覧。 この経路に免疫系が関わっており、自己免疫から抗原と認識される、タンパク質を大に発現させ、異物として排除する。新潟大学の井筒弓助教が証明し、生物の発生に免疫系が関与する事例を初めて示したとして2009年10月に、米国科学アカデミー企業に発表した。ありがとうございます。